coño?妹が8歳の時、俺が学校から帰ると家中血だらけだった。妹だけが生きてた。やった奴らはすぐに捕まったけど、証拠は十分で無罪になった。だから俺はそいつらを自分の手で殺したんだ。俺は捕まって裁判にかけられ、懲役を食らった。4年経って出てみたら、もう俺は昔みたいに世の中を見ることができなくなってた。何もかもすっかり変わって見えた。そんな時ある人に出会った。その人は俺に昔の幸せを取り戻そうって言ってくれた。そう言ってくれたのはあの人だけだった。いろんなことしたよ。いろんなことさせられたし、幸せだった頃に戻りたくて何もかも正当化してたんだ。店長か。はい。どうしても伺いたいことがあるんですが。なんだ。我々は本当にユキを殺してしまっていいんでしょうか。ユキを失ったら竹見和地直系の血を継ぐ者がいなくなります。そうなったら我々は。だからなんだ。すでに竹見和地の血なんてものは失われている。しかし竹見和地の名まで失っては我々は何を支えるか。支えなんか必要ない。我々には守るべきものもない。先代をしたい。俺は祖国を信じてきた。だが停戦は崩れよと俺たちは刀を取り上げられた。打破された仲間たちは薬で記憶を消され、動きを鈍らせるために肘に鉄心を打ち付けられた。
祖国に刃を向けずに俺たちは逃げたんだ。覚えてるか連中、祖国を逃れる中、南方の島で見た戦車の群れを、廃棄された戦車の群れが三星雲に撃たれて溶けかかっていた。辺りは死体の匂いが立ち込めている。でも死体なんかどこにもない。死臭は俺たちの体から漂っていた。あの時俺たちは死んだんだ。もしもし、もしもし、俺だ。あ、木所さん、なんです電話なんかで。見取り図を送っといた。今目通せるか。はい、今見てきます。聞いてるのか。あ、10日後は無理です。いつならやれる。もう無理です。高志はいつも悲しい顔ばかりしてる。お前なんかいつも無表情じゃないか。悲しいなんて思うことなんかねえんだろ。悲しみは消せる。痛みと同じ。ふん、だから何人でも殺せるってわけか。悲しい時は悲しむよ。嬉しい時ありったけ喜ぶし。だからいいんだよ。お前大声上げて笑ったことある？悲しい時は悲しむよ。俺は何時間だって何日だって何年だって